耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び、もって万世のために太平を開かんと欲す。人はここに国体を。お聞きいただきましたのは、今から73年前にラジオで昭和天皇が終戦を告げられた、いわゆる玉音放送です。この8月15日に行われております全国戦没者追悼式について少しお話をしたいと思います。8月15日に全国戦没者追悼式が行われるようになったのは1963年のことです。この時の会場は東京の日比谷公会堂でした。次の年は靖国神社の境内で行われましたが、これは戦犯の合祀が問題されるよりもだいぶ前のことになります。靖国神社で行われていたこともあったんですね、はい、で現在は日本武道館で行われていますけれども、それはいつ頃からなんでしょうか。1965年からなんです、うん、日本武道館が完成した翌年からです。以降毎年日本武道館で行われるようになりました。追悼式では正午の時報を合図に黙祷を捧げます。2011年には黙祷が正午ちょうどから20秒ほど遅れてしまうというハプニングがありました。これはその直前、当時の菅直人総理大臣の式辞が予定より長くなってしまったためです。またこの時の皇后陛下の服装に注目していただきたいんですが、はい、あ、洋服をお召しになっていますね、はい、これが2011年、はい、そして翌年2012年の追悼式の様子です。和装に変わっていますが、はい、2012年に何かあったんでしょうか。実はですね、この年の2月天皇陛下は心臓のバイパス手術を受けられたんですが、その直後に行われました東日本大震災の追悼式の際に皇后さまは陛下がバランスを崩した時にお支えするにはパンプスではなくて草履の方が動きやすいというお考えから、この時の和装で出席された理由となっているんです。あ、そうだったんですね。戦没者追悼式でもこの年以降は皇后さまはご覧のように和装で出席されています。まあ、来年退位されますので天皇皇后両陛下として全国戦没者追悼式に参列されるのは今回が最後となります。